半島と半島に挟まれた海域が閉塞作戦の対象となった湾港。白玉山島より撮影旅順港閉塞作戦とは、1904年2月からの日露戦争における旅順口攻撃において、大日本帝国海軍が行ったロシア、帝国海軍旅順艦隊の海上封鎖作戦である。3時にわたって行われたが、いずれも旅順港を十分封鎖するに至らなかった。 朝鮮半島をめぐり日露関係が悪化すると日本では対路線を想定して作戦計画が検討されたが主戦場が中国大陸のために日本は陸軍に対する補給を海上輸送に頼らなければならない事情があった。また世界最強と謳われたバルチック艦隊と旅順艦隊が合同した場合には日本側が不利となると判断された。秋山正幸は アメリカ合衆国へ留学して、兵学研究を行い、艦船部官として、米西戦争に参加し、艦隊による近接封鎖からサンチャゴ閉塞作戦と、サンチャゴでキューバ海戦に至る経過を観戦し、海上戦力の理論的研究を行っていた。秋山は封鎖はリスクが大きいと考えていたが、二等戦艦、鎮遠を用いて、湾口を閉鎖する作戦を計画し、 有馬義吉中佐は、機密で旅順の実地調査を行って、封鎖作戦を研究し、1903年にバラストを満載した古い艦船を湾口に沈め、幅273メートルの旅順港の入り口を閉塞する作戦を軍令部に対して提出していた。連合艦隊司令部が発足すると、作戦計画である機密第120号が発せられる。 海戦当初の作戦計画では、海軍は、旅順、新川のロシア艦隊の撃破と、陸軍への支援が任務とされ、連合艦隊司令長官の東郷平八郎や、参謀長の島村早屋は、閉塞作戦を見送った。連合艦隊は、第一次、第二次の旅順艦隊攻撃を行い、湾外に出ての戦闘を回避して安全な湾内に。第二次閉塞作戦を描いたイラスト、 ロシア軍はサーチライトを効果的に利用し、日本軍を撃退した2月18日、東郷は第三次行動となる両順口閉塞と、港内間接射撃の作戦発動を命令した。5隻の老朽船と77名の志願兵からなる、閉塞船団が組織され、23日23時50分、警戒及び襲撃を任務とする第5駆逐隊と閉塞船団は、 旅順港近くの老鉄山下に進出した。24日0時30分により月が没すると、黄金山、上等山、白銀山のロシア砲台からサーチライトの照射が始まった。第5駆逐隊は、単焦灯を避けながら老鉄山東岸に沿って徐々に進んだが、ついに発見された。1時30分に単焦灯の消灯に乗じて偵察を行ったところ、駆逐艦2隻と、 監視不明の一隻を発見し、これに魚雷攻撃を行った。襲撃の後、水雷艇を用いた航路偵察が行われたが、単焦灯により発見され砲撃を受けた。陸上砲台の砲撃停止と航路が確認されたため、楼鉄山沖に待機していた5隻の閉塞船団は4時15分により、天津丸、報告丸、新川丸、竹明丸、 不マ丸の順で突入を開始した。ロシア軍の沿岸砲台からサーチライトと激しい砲撃を浴びせられ、閉塞船団は位置の把握も困難となった。報告丸が戦艦、レトビザンからの砲撃を受けつつも、かろうじて湾港の灯台下で自沈できたものの、他の閉塞船は湾港の手前で自沈し、閉塞は不十分なものとなった。水雷停隊は、 危険を犯して閉塞船から脱出した突入隊の収容を行った。天津丸、報告丸、竹明丸の乗員は第14艇隊により収容されたが、第9艇隊は攻撃を行ったため二川丸、武州丸の乗員収容が行えなかった。24日中に二川丸、武州丸の乗員が収容できなかったため、さらに統合長官は25日に千葉や タツタを旅順口へ派遣して、捜索を続けたが発見できなかった。一方、両船の乗員たちは放火を避け隠れながら、洋上をさまよった後に偶然遭遇して合流し、ジャンク船等を使って、新国の延大にたどり着き、水野幸吉領事と森吉太郎中佐と連絡を取ることに成功して、帰還を果たした。なお、この時海外のメディアに輸送船を沈めたことを、報じられ、 陸軍にも秘匿していた、閉塞作戦が明るみに出ることとなった。この作戦で、機関兵1名が死亡した。詳細は、第2回旅順口閉塞作戦を、参照第二次閉塞作戦は、3月27日未明に決行された。4隻の閉塞船を投入して実行されたが、またもや、ロシア軍に察知されて失敗した。この作戦においては、閉塞船、 福井丸を指揮した、広瀬武雄少佐が戦死し、後に軍神とされ、崇められた。また、杉の孫七上等兵装、信号兵装、機関兵の計4名が戦死している。第3次閉塞作戦は、5月12隻もの閉塞船を用いた、最大規模の作戦であったが、天候不順により総指揮官の林光雄中佐は、作戦の中止を決断する。 しかし、中止命令が、後続艦に行き渡らず閉塞船8隻及び、収容隊がそのまま突入した。結局それらの閉塞船も、沿岸砲台によって阻まれ、湾の手前で沈められた。この際、野村務少佐、向井菊太郎少佐、白石安江少佐、湯浅武次郎少佐、高柳奈義太郎少佐、内田博史隊員、糸山定治隊員、山本親さん隊員、 笠原三郎大尉、高橋聖大尉、寺島貞太郎機関召喚、矢野健一機関召喚、岩瀬正機関召喚、清水機関召喚、青木吉継大機関士のほか、多数の、巡視官、歌手をび、卒らも戦士または、行方不明となっている。作戦後、統合司令長官は、第三次閉塞作戦派を胸、ね、成功せりと大本営に打電したが、 旅順艦隊は依然出入効果のような状態であり、当時日本が保有していた戦争と2条の商船197隻のうちの1割に当たる21隻が投入された本、閉塞作戦は事実上の失敗に終わった。一方、ロシア側では、ウラジオストク巡洋艦隊を派遣させ、連合艦隊の旅順からの引き離しを図るとともに、バルチック艦隊の開港を決定する。 独力での旅順艦隊の無力化に固執していた日本海軍であったが、度重なる閉塞作戦の失敗に加えて、ウラジオストク巡洋艦隊の通称破壊作戦への対処を余儀なくされただけでなく、6隻あった戦艦のうち、初瀬、八島を5月15日に食雷により失い、さらに困難な状況に陥った。バルチック艦隊到着までの時間的猶予は限られており、 ついに海軍は旅順攻略を陸。陸軍は、乃木マレスケ大将を司令官とする第三軍を編成し旅順攻位戦を開始し、旅順の戦闘は陸上戦に移行した。攻略戦の下中で占領された大古山や生小山などの地点からの観測による日本陸軍の砲撃に加え、ウラジオストクへの脱出の試みも公開海,海戦で連合艦隊によって阻まれて、 旅順艦隊は無力化された。艦船の一部武装は陸上陣地に回され、海上戦闘が行えなくなった旅順艦隊の兵も、要塞防衛の補充兵として陸上船に投入されていった。6万名近い死傷者を出しつつ、日本陸軍が旅順を攻略するまでに、校内の艦船はキングストン弁を開いて自沈しており、旅順艦隊は完全に殲滅された。向井 高柳、野村、白石、湯浅の各隊員は戦手とされ、調査へ進級した。ありがとうございます。